陳その美は、新末民発の政治家、軍人、革命家。字は、英氏中国同盟会に属した、革命派の人士陳家を、陳達夫兄弟のおじにあたる。祖父は共振、父の陳炎優は、商人の家に生まれる。年少時代は、学問や商業に勤しんだ。1906年夏、日本に留学し、 警察関連の学校に入学する。この時、同時期に日本へ留学していた紹介席と知り合う。同年冬に中国同盟会に加入し、翌年に東武志学堂で軍事を学んだ。1908年、陳その美は帰国し、石膏省や北京、天津で同盟会支部の組織に奔走する。1909年夏、石膏省で 革命派の放棄を格作したが、仲間の裏切りにより、事前に漏れ、失敗した。1910年からは、上海で、中国広報、民政総報といった、革命派の新聞社を立ち上げている。また、陳その美は、革命派の勢力を広げるために、上海の陳ン,ンなどとの交渉を務めた。1911年7月、上海に同盟開始部が成立すると、 陳その美は、庶務部長に任じられた。同年10月、武将記儀の勃発とともに、陳その美も、上海での放棄を計画し、11月3日に実行に移した。なお、事前に陳その美は、上海の立憲派とも協議を打結するなど、各階層の幅広い支持を得ている。結局、放棄は成功し、11月6日、陳その美は、 上海の各層からの衰退を受け、古軍と督となった。さらに、陳その美は、チャンス省石膏省などの革命派とも連合して、南京を攻撃し、12月2日、南京を占領した。これにより、南京に孫文を迎え入れ、中華民国の成立に大きく貢献したのである。ただこの間に、権力闘争のため、政敵である。 当成明を暗殺するなどしている。1912年3月、遠政外が臨時大総統に就任すると、当将棋内閣の交渉総長に就任する。しかし、間もなく当将棋が遠政外と対立して内閣が崩壊したため、陳その美も抗議して辞任する。さらに、古軍と徳からも罷免された。1913年7月の二次革命では、陳その美は、 上海内援軍総司令に衰退され、19日に上海独立を宣言する。しかし、陸海軍の正規部隊の支持を得られず、9月には敗北し、11月に日本へ亡命した。1914年7月、東京で中華革命党が成立すると、陳その美もこれに加入し、総務部長に任命された。その後、 帰国して、遠征外討伐活動に従事する。1915年2月から、上海で放棄を拡作し、12月5日に挙兵したが、失敗に終わった。1916年からは、五国戦争にこうして、引き続き上海等で、繁栄活動を続けた。しかし、資金不足などが原因で活動は停滞する。同年5月18日、 北京政府側の軍人である、張総将が放った資格により、陳その美は暗殺された。去年40、ありがとうございます。